佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回もこの番組佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。先月の西日本豪雨で被災された方、もしくは周りで被害に遭われた方々、まだまだ大変だと思いますが、この暑さも含めどうぞくれぐれも頑張ってください。ささやかな思いとともに私も応援しております。さて今年は本当に猛暑ですが、皆さん体調を崩したりとはしていませんかね。夏バテ解消法なんですけれども、私自身考える中ですと、やはり水分をこまめにとったりだとか、あとはそうですね、やっぱり睡眠をすごくちゃんと今まで以上にとるっていうのがすごく大事なのかなというふうに思います。あとは3食ご飯をしっかり食べること、やはり平日とか通勤とか通学で朝ごはんを抜いてしまいがちだとは思うんですけれども、なるべく朝ごはん最初の朝一のエネルギーとしてご飯をとっていただいて、体調崩さないように、そうですね、もう8月も始まりましたので、ぜひ皆さんこの8月をですね乗り切っていただけたらなというふうに思います。さてこの辺りでちらっと自己紹介をさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいて、まだ3年目の新人です。主な活動としては地上波のドラマのエキストラなどとして、勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、先月は22世紀偶話という短編映画に主演として出演させていただきました。また毎月第1、第3金曜日夜23時からはネット配信番組 Me Too Show で、私自身が出演させていただいた某作品のキャラクターから派生したカタカナで佐藤美斗というネットアイドルという設定で、ただただプレステのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいております。こちらもアルカディア号のホームページのチェックもお願いしておきます。それでは最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたので、ご報告させていただきたいと思います。毎度のことですけれども、ドラマなどの出演に関して守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただきたいなと思います。まずはじめにですね、冒頭で申し上げましたけれども、久しぶりの私佐藤美久主演短編映画22世紀偶話の撮影がありました。今回の映画でですね、初の地方ロケ、福島県に、同行させていただきました。この福島県、なぜこの福島県かっていうのはですね、文ちゃんこと天海俊人さんのご実家が福島県にあるということで、ご実家をお借りして、撮影をさせていただきました。かなり暑い日だったんですけれども、やはり東京とは違ってカラッとした暑さで、非常に暑いんですけれども過ごしやすかったかなというふうに思います。本当にご家族の皆さん本当にありがとうございました。なかなかね、地方ロケ行けることがないので、非常に、いい経験ができたかなというふうに思います。そして、都内の、近郊と、都内スタジオロケがありました。まあ本当に、先ほども言っておりますけれども、暑い中皆さん本当に頑張っていただきまして、監督はじめスタッフさん、そして共演者の方々もですね、汗だくになりながら、頑張っていただいて本当にありがとうございました。私も非常に暑い中、暑いからといって本当にダラダラしちゃいけないというのを肝に銘じながら、頑張っておりました。はい。で、そうですね、もう一日中私が出ずっぱりというか、ずっとシーン出ているっていうのが、今までの作品であまりなかったので、非常に新鮮味がありましたし、かなり気を引き締めていかなければならないなというふうに、もう台本いただいた時点で思ってはいたので、はい、頑張りました。そしてあるシーンで、ライブシーンがあるんですけれども、なんと
元 CCB の関口誠さんがですね、出演してくださって、で居酒屋での、ライブシーンなんですけれども、生歌をですね、聞かせていただきまして、非常にもう素敵でした。で、関口さんの、曲がこの22世紀寓話の主題歌になっておりまして、さよならのない世界。という、楽曲となっております。YouTube の方で、関口誠さんのお名前入れていただくか、さよならのない世界で検索していただきますと、楽曲出てくるかと思いますので、ぜひぜひ聴いていただければなと思います。事前に私も YouTube の方で聞かせていただいてたんですけれども、やはり生で聞くと違いますね。いや、もうなんて言ったらいいんですかね、さすがプロという感じで、もう心惹かれましたし、撮影現場にいたスタッフ、そして共演者全員がもう聞き惚れていましたね。途中でシーンがこうジャーンってこう終わるんですけれども、こう浸っていたいで一瞬こう拍手が遅れてしまうんですけれども、やはり皆さんもうちょっと聞いていたいという部分があったみたいで、私もつい聞き惚れてしまいました。素晴らしかったです。はい。で、なんとなかなか初めてのこと、私も初めてのことなんですけれども、ラスト一人の考案表でのオールアップだったんですね。私一人でオールアップさせていただきまして、多分今までたくさん作品やってきた中で初めてだったと思います。いろんな作品では、途中でオールアップしたりだとかがほとんどだったんですけれども、今回、主演ということで、初めて一人でオールアップさせていただきました。夜まで撮影があったんですけれども、夜も夜で熱帯夜でしたので、もう監督とカメラマンさんも汗だくになりながらもう頑張らせていただきました。本当に作品この完成がね、非常に楽しみですね。はい。で、私の演技の成長と言ったらいいんですかね、変化についてなんですけれども、そうですね、成長した、やっぱり成長3年間やってきて、成長してきた部分っていうのはやっぱり自分でも感じられましたし、ただまだもうちょっと頑張らなきゃいけないところもあるのかなっていうふうに、撮影終わった後にいろいろ自分で考えながら反省をしながら、していましたね。やはりナチュラルな演技って難しいなというふうに思いました。もう仕草一つでも違和感があるとやっぱりダメだなっていうふうに思ってしまうので、やはり難しかったかなというふうに思います。で、私の役どころも新たなキャラクターといいますか、クールな女性を演じさせていただきましたので、それも役作りの勉強をしながら、いろんな他のドラマとか、映画の作品を見て、クールな女性を演じるってどういうことなんだろうというふうに、私も、役作りしてまいりました。はい。なので3年間頑張った、成長は出せているのかなっていうふうに思います。はい。そして共演者との、エピソードなんですけれども、共演者の伊藤さんであったり佐伯さんですね、初めてお会いする方が結構いらっしゃっていて、でも皆さん本当に初めてなのかなっていうぐらい和気あいあいと撮影が進んでいきまして、伊藤さんからは差し入れもいただきまして、本当にありがとうございます。皆さん本当に暑い中ありがとうございました。またね、機会があれば、皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思います。そしてですね、この22世紀寓話の監督なんですけれども、泉沢泰友監督方です。非常にお若い監督さんでいらっしゃいまして、本読みの段階で私もこうセリフ言っていくんですけれども、それいいよ、そのままでいてほしいっていうふうにおっしゃっていただけまして、非常に嬉しかったですし、
こうやっぱりセリフだけじゃなくてこう動きも入ってくるので、まあ、そこもきっちりやっていかなきゃいけないなというふうに、本読みの後研究してまいりました。そして非常にこう、衣装に非常に こだわりを持っている監督さんなんだなというふうに感じましたね。あ、このシーンはこっちの服がいいかなとかおっしゃっていただいて、私もたくさん衣装持ってってどれがいいですかねというふうに監督と話し合ったりとかも、はい、していましたね。そして見てもらいたいところ22世紀グーはですね、もちろんぜひとも私の佐藤未来の演技をですね皆さんにご覧いただけたらいいなというふうに思っておりますし、先ほども申し上げましたけれども、関口誠さんのライブシーンぜひぜひ皆さんご注目いただけたらなと思います。でこのラジオ番組から飛び出した映画版佐藤飯がですねオムライスを作るっていうシーンがあるんですけれども、なんと1回目がですねあまりにもひどくってでプロデューサーさんからちょっとこれはちょっとダメだね NG が出てしまって、もう何回かやって、でも本当に卵も限りがあるのでもう私も緊張しながら、であんまり砂糖飯の時の素を出ないように頑張りました。はい、なのでぜひ皆さんそのオムライスの部分もぜひ注目していただけたらなと思います。さて続いてはですね、NHKBS の、プレミア BS プレミアの毎週日曜日夜10時から、放送されております、ドラマに、参加させていただきました。なんと撮影場所がですね私の地元でして、嬉しかったですね。なかなか結構私の地元がこう映画とかドラマの撮影にこう使ってくださいというふうに推している私の地元なんですけれども、それがなんとやっと1回ぐらいはあったかな、でやっと地元で参加させていただくことができまして、非常に暑い中だったんですけれども、スタッフさんも汗流しながら頑張っていらっしゃって、そしてこう参加させていただいている、皆さんもそうですね、キンキンに冷えた凍らしたスポーツドリンクであったりお茶であったりをスタッフさんがご用意していただきまして、どうぞ飲んでくださいとおっしゃってくださって、もう非常にそれがありがたかったですね。もう首のところを冷やしたりとか、ずっと外の撮影だったので、でも本当にその、スタッフさんの心遣いが非常に一日しっかり過ごすことができたのかなというふうにも思いますね。ありがとうございます。そしてネット配信番組、冒頭でも申し上げましたけれども、ネットアイドル佐藤未来でファイナルファンタジー10がですね1年以上かけてなんとやっとクリアいたしました。ありがとうございますもう本当に長かったです。はい、で次はですねバイオハザードに、挑戦開始してますので、はい、ぜひ皆さん、もう私全くやったことがないので、どうね、難しいんですよね操作とかが。なのでぜひ皆さん、ぜひネットアイドル佐藤未来の、ミートゥーショーぜひご覧いただけたらなと思います。そしてこちらも冒頭で申し上げましたが、アルカディア号イメージキャラクターを、務めさせていただいております。東京ベイトロットクルーズホームページとアルカディアひらがなで佐藤未来で検索していただけますと、ニュースや動画も上がってまいりますので、ぜひ皆さん一度チェックしていただければなと思います。ではこの1ヶ月振り返ってですね、もうとにかく暑かったなという日々でしたね。撮影も本当に無事に22世紀偶話撮影も無事に終えることできましたし、はい、本当に皆さんありがとうございました。まだまた来月も引き続き頑張っていこうと思います。以上マンスリーダイアリーのコーナーでした。さて続いてのコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。
このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回は先ほど申し上げました映画22世紀偶話の準備や撮影のため、なかなか映画館に行ける時間がなく、前から気になっていた映画メガネを借りてこられましたので、このメガネという作品についてお話しさせていただきたいと思います。まずリサーチに行く前に、なぜこの映画メガネという作品を知ったかと申しますと、私が食事や料理のシーンを YouTube でよくチェックをしているんですよ。もちろん演技の参考になるかなという思いで、単なる本当に興味です。本当に皆さん美味しそうに食べるんですよ。それがまたどうやったらそんな美味しそうに食べれるのかなっていうのをチェックしちゃいますね。日本の映画ドラマのみならず、私の韓国のドラマとかも拝見させていただくんですけれども、韓国のドラマとか の食事のシーンとかも YouTube の方でちょっと見て、その食文化みたいなのも感じられて非常に面白いです。はい、でそこでたまたま見つけたのがメガネという作品なんですけれども、いやこれがまた本当にお一人お一人皆さんすごい役者さんと女優さんなんですけれども、非常に美味しそうなんですよ。食べ方も綺麗ですし美味しそうですし、全然本当に私も見ていて、こんな食べ方できたらいいなっていう風に思いました。で他にどんな作品中の料理が好きかと申しますと、2つ挙げたいんですけれども、両方とも映画でして、まず1つが、南極料理人という映画なんですけれども、堺雅人さん、が、出演されている映画なんですけれども、この、ラーメンが出てくるんですよ。で南極にいるので多分久々にラーメンを食べるっていうシーンだったと思うんですけれども、その本当に皆さん本当に久々に食べてるんだろうなっていう感じがものすごく出ていて、うわこれどうやって表現してるんだろうな、こう表現するの難しそうだなっていう風にすごく感じました。はい、そしてもう一つが、天国はまだ遠くという、チュートリアルの徳井さんと加藤ローサさんが、出演されている映画なんですけれども、これの朝食シーンがめちゃくちゃ加藤ローサさんがこうむしゃ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 食べてるシーンなんですけども、すごく綺麗ですし美味しそうだな、もう全部美味しそうだなっていう風にすごく感じられますね。それではちょっとお話を戻しまして、今回ご紹介させていただく作品メガネのリサーチによりますと、海辺の町を訪れた主人公の女性を中心に、そこで旅館を営む宿の主人、旅館に集う人々などの穏やかな人間模様を綴ったヒューマンドラマ、監督の荻上直子さんをはじめ大ヒット作カモメ食堂のスタッフが集結、主人公の女性妙子をカモメ食堂にも出演していた小林さとみさんが彼女を見守る謎の女性さくらを茂田井雅子さんが演じ、海を背景にした心地よい風景、美味しそうな食べ物の並ぶ食卓が作品を彩ります。この作品は2007年の公開で、キャッチコピーは何が自由か知っている、出演は小林さとみさん、茂田井雅子さん、市川美香子さん、三石健さん、加瀬亮さん他です。カモメ食堂に続く荻上監督作品第2弾、題名は理由は出演者全員がメガネをかけているからで、メガネをしていること自体にもそれほど意味がないのだとか、とある島の民宿に泊まりにやってきた女性が少しだけ変わった価値観を持つ現地の人々との交流を通して、日々の生活がで凝り固まってしまった思考をゆっくりほぐしていく様が描かれています。見ている側もだんだんと黄昏れていくようですとありました。で映画の全体のストーリー展開なんですけれども、ゆっ
くりと流れていくあの作品でして、であの登場人物の説明があんまりないんですよ。なのででもあんまりなくても全然成立する、もう若としたあの映画だなというふうに思いましたね。でも本当にお一人お一人あの出演者の方々非常に存在感がありまして、あのこう広い絵で撮ってるシーンが結構多いんですけれども、こう広い絵でこう遠くから歩いてくるっていうシーンがあるんですけれども、それも本当にこう疲れてんだろうなっていう感じとか、こうスタスタ歩いている感じとかがすごく、やっぱそこがやっぱ存在感が皆さん終わりだなというふうに感じられましたね。でこの撮影されているあの場所が鹿児島県最南端にある与論島というところなんですね。ものすごく浜辺が真っ白で、で海もすごい水色、透き通った水色なんですよ。ですごい風景も綺麗で、でもその風景に負けずと負けないあの出演者の方々がものすごくかっこいいなというふうに思いましたね。で私の考える、まあ、この作品の魅力なんですけれども、映画の冒頭でも、途中でも出てくるんですけれども、あのメルシー体操っていうのがあるんですね。あのダンスではなくてでちょっとラジオ体操っぽいのかなっていう感じの体操がありまして、これがまた本当に面白いです。そしてあとあの伊勢海老を食べるシーンがあるんですけれども、これがまた伊勢海老食べてるだけなんですよ。全然セリフもないんですけれども、それがまたすごく面白いんですよ。あのちょっと食べづらい感じで食べてたりとか、こうむしゃむしゃ食べてる感じとかがすごくもう見てて面白かったです。なのでぜひ皆さんあの DVD を借りてぜひぜひあの見ていただけたらなというふうに思いますね。なのであの今後はですね、なんかこう食事シーンがある作品、自分で借りて見ていこうかなというふうに思っております。はい、以上今月の片寄りムービーリポートのコーナーでした。皆さんなんともエンディングの時間となってまいりました。いつものことながら本当にあっという間です。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。それではここで私から改めて告知をさせていただきます。オープニングでも申し上げましたが、ネットアイドルカタカナで佐藤ミクとして、この番組佐藤ミクの女優道とは180度全く違うキャラで、生配信番組をさせていただいておりますので、もしご興味の終わりの方はぜひ一度カタカナ佐藤ミドでチェックしていただければなと思います。また他のいろんなスケジュール等に関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤ミクのオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そして皆さん、この番組へのお便りをどしどしお待ちしております。ファックス番号047-303-3974、047-303-3974、メールアドレス英語の小文字で fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp、 佐藤ミクの女優道までお待ちしております。それでは佐藤ミクの女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤ミクでした。ありがとうございました。